すとか謝ってばかり。ライジングサンデー一緒に歌わせてもらって、すごい自分の中ですごい体験をしたっていうのがあって、で歌ってほしいってあのメール来た時はもうびっくりしました。本当に今もちょっとなんかあんま現実感がないっていうかやばいよ。あ、どうできた？おー撮りました今撮ってましたおおすごいすごい知恵の輪外して虚しくてまた元に戻した明太くん決まってからね、だから1時間半ぐらいで書いたからね、もうねバーッと早かったな。1週間ぐらいでもう代理しますっていうスケジュールのなんか一発目のレコーディングからみんな興奮してたけど、もうイントロのホーンがこう鳴ってるところでずっとこうシャウトしてるのを聞いた段階でもうこのテイクで OK だなってみんな確信してたらしいけど、ミネタ君も聞いたらスカパラの本当オケがいいんだよ、本当にそのおかげですよとかって言ってたけど、自分たち的にもやっぱり三枝君が一緒に歌ってくれてることでね、ものすごいパワーになったんで、お互いにすごい良かったのかな。カモン、カモン、アヨさん。本当レコーディングも今日の撮影も本当スカパラのメンバーの皆さんと一緒にいられるのがもう本当嬉しい、もう本当入りたいぐらいです。スカパラのメンバーに入る本当光栄です。本当にありがとうございます。自分にとっての宝物も